ヨーロッパの各国リーグも終盤戦に差し掛かり、オフシーズンの選手の移籍の噂などが出始めています。昨年の夏はドルトムントのアーリング・ハーランドがマンチェスターシティに移籍し、バイエルミュンヘンのロベルト・レバンドフスキがバルセロナに移籍するなど、様々な有名選手に大きな動きがありましたね。今回はこの夏移籍が噂される選手たちの中から特に注目したい5選手を紹介します。早速今回移籍の噂が出ている選手たちを見ていきましょう。キリアン・エンバペ。ここ数年、毎年のように移籍の噂のニュースが出ているパリ・サンジェルマンのエンバペ。昨年はレアル・マドリードへの移籍が確実視されていた中で、一転してクラブとの3年間の契約延長を発表し、大きな話題となりましたね。スペインのマルカ紙の報道によると、エンバペはその年の夏の終わりに代理人を介してレアルとコンタクトを取っており、パリとの契約延長を後悔していて、レアルに加入したいという希望を伝えたとのこと。またパリが今季もチャンピオンズリーグをラウンド16で敗退してしまったことで、再びレアル移籍の噂が再燃しています。エンバペは昨年の夏、パリと3年間の契約延長を結びましたが、実際には2年プラス1年の延長オプションとされており、この夏に売却されなければ2024年の夏にフリーでの移籍が可能となる状況。エンバペは今季ここまでリーグワンで24試合19得点を挙げており、レアルとしてはエースストライカーであるカリム・ベンゼマのパフォーマンスが安定しないことを考えても、この移籍を拒む理由はないでしょう。マルカ氏が行ったレアルはエンバペの獲得に動くべきかというアンケートには肯定的な意見も見られる一方、昨年の移籍騒動に起こる約半数のマドリーファンは、昨年の出来事は許されないと否定的な意見を示しています。またエンバペは2024年の夏に開催されるパリオリンピックで優勝して最高の形でパリの街を去りたいと考えているとの報道も出ており、今後の動向に注目ですね。リオネル・メッシ。2021年の夏、バルセロナからパリ・サンジェルマンに移籍して世間を騒がせたメッシ。今季限りでクラブとの契約が満了を迎えることから去就が注目されており、パリは契約延長を目指している中、メッシが新しい選択肢を好んでいるとの報道もあり、いくつかの因縁深いチームからメッシ戦を浴びています。名前が挙がっているのはデビッド・ベッカムが経営するインテル・マイアミ、クリスティアーノ・ロナウドと同じサウジアラビアのアルヒラル、母国アルゼンチンのニューウェルズ、そしてなんと古巣のバルセロナ。スペインのアス紙によると、メッシは2024年のコパアメリカ出場を目指しており、レベルを維持するためにパリかバルセロナでプレーする可能性が高いとのことです。ただバルセロナはメッシ退団の原因となった深刻な財政難を未だ解消できておらず、ラ・リーガから事実上の補強禁止処分を受けている状況。メッシの復帰報道を受け、バルセロナのシャビ・エルナンデス監督は、メッシは歴史上、クラブの歴史上最高の選手、門戸はいつでも開かれている、メッシは友人であり私たちは常に連絡を取り合っていると歓迎の意向を示しています。ただ現在のバルセロナで中心選手として待遇を受けているレバンドフスキや不仲が噂されていたマルク・アンドレ・テアシュテーゲンなど反対派の選手もいる様子。とはいえ多くのサッカーファンは再びバルセロナでプレーするメッシの姿が見たいのではないでしょうか。ジュード・ベリンガム。昨年末に行われたカタールワールドカップで若干19歳にしてイングランド代表の中心選手として活躍したベリンガム。所属するドルトムントとの新契約を拒否したとの報道が出ており、この冬ベンフィカからチェルシーに移籍したエンソ・フェルナンデスに続いてステップアップを果たすのではないかと噂されています。リバプールやレアル、シティ、チェルシーなど数々のビッグクラブが関心を寄せる中、リバプールのユルゲン・クロップ監督はベリンガムを群を抜いていると評価し、彼がこの夏のナンバーワンターゲットだと猛プッシュ。リバプールでは獲得できればクラブのレジェンドであるスティーブン・ジェラードの再来と期待するファンも多いようです。レアルは同ポジションのルカ・モドリッチとの契約延長を先延ばしにしており、獲得できるかが他の選手の去就にも大きく影響しそうな気配がしています。
この2クラブはすでにベリンガム本人にも接触していると報道もあり、3月中旬にはイギリスのデイリーテレグラフ紙がマンチェスターユナイテッドも争奪レースに参戦したと報じました。同紙は記事の中で、ベリンガムの獲得は現時点の中盤を強化するだけではなく、どのクラブにとっても次世代につながる補強になると指摘しており、どのクラブがレースを勝ち抜くのかに注目ですね。久保建英。カタールワールドカップで大ブレイクを果たしたブライトンの三笘薫や、ドルトムント加入が噂されているフランクフルトの鎌田大地など、様々な日本人選手の移籍の噂が流れています。レアルソシエダで中心選手として活躍している久保にも関心が集まっており、イタリアクラブのほか少年時代を過ごしたバルセロナがオファーを準備中とのこと。スペインのアス紙は、取締役会は久保が将来的なプロジェクトの鍵になりうると考えている、シャビがすでに加入にゴーサインを出していると報じ、その他のメディアもこぞってシャビ監督が久保の才能に惚れ込んでいる、ペドリと同レベルのタレントを必要とするバルサが注目する選手と報道しています。そんな中、宿敵クラブへの移籍を阻止するため契約の優先オプションを所有しているレアルも獲得に動くのではないかとの噂も。ただレアルはカルロ・アンチェロッティ監督がさほど興味を持っておらず、バルセロナは深刻な財政状況にあり、仮に獲得できたとしても契約上移籍金の半分がレアルに渡ってしまうなど課題は多いようです。いずれにせよ、この夏久保がソシエダを去る可能性は高く、ソシエダの強化グループはすでに後釜探しを開始しているとのこと。以前在籍していた時はトップチームで出場機会が与えられていなかっただけに、ビッグクラブでプレーする久保をぜひ見たいですね。ロベルト・フィルミーノ。サディオ・マネ、モハメド・サラーと強烈な3トップを組み、唯一無二のセンターフォワードとしてリバプールで一時代を築き上げたフィルミーノ。チャンピオンズリーグ優勝やプレミアリーグ制覇など数々の栄冠を手にしましたが、契約が切れる今季限りで8年間過ごしたクラブを離れる決断を下しました。スペインのムンド・デボルティーボ氏によると、アメリカの数クラブやクリスティアノ・ロナウドが所属するアルナスルのほか、ヨーロッパではアトレティコ・マドリードやインテル、ガラタサライが関心を寄せているとのこと。中でもアトレティコは来季のチャンピオンズリーグ出場権を得た場合に補強を行いたいが、フリーエージェントの選手を求めていると報じられています。得点力だけでなくゲームメイクのセンスも持ち合わせるなど、ユーティリティ性の高い選手だけに引く手あまたとなりそうですね。クロップ監督はフィルミーノがリバプールを離れることをすでに認めており、今後彼のチャントが長きにわたってみんなの耳に残り続けることを誰もが知っている、対戦相手としてアンフィールドに来ても本当に喜んでしまう選手と語っています。この夏最も移籍の注目を集める選手の一人になることは間違いありませんが、まずはリバプールでの最後の冒険を見届けたいですね。いかがでしたでしょうか。この夏も移籍市場からは目が離せませんね。他にも皆さんが知っている今夏移籍の噂が出ている選手がいれば、ぜひコメントで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。